排除したことでディダディソン楽跡から CFA 本部へ補充依頼が飛んだ。その CFA が接触したのは 3R、 そう、ムヒンダ油田のオーナー、例のペーパーカンパニーだ。やはり 3R はサイファーの隠れ蓑だったか。補充自体は後回しになったようだが、ウォーカーギアがノアブラガ空港跡から輸送されることも分かった。そのサバンナには PF の拠点を結ぶ物流網があるらしい。この物流網を諜報班に追わせてみる。サイファーが PF にウォーカーギアを供給しているなら、 PF がサイファーに支払う対価もあるはずだ。この流れを追うことで連中の影に迫れるかもしれん。施設の件だ。生体中が突然変異した原因がほぼ特定できた。やはり検査機から漏れた放射線だ。この検査機を導入したのはエメリッヒ。奴の尋問をテープに記録しておいた。確認してくれ。